ラマティソシです。今日はこちらのこの花材を使ってミニブーケを作っていきます。すごく可愛いミニブーケができますので、ぜひね、皆さんもこう真似をしてみてください。では早速見てみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。では天文部アップでいきましょうか。どうぞ。はい、では始めていきます。まあ、手元アップと言いながら僕出ちゃってるんですけど、まあ気にしないでください。まずはトルコヒキョウから持ちます。そしたら次にこのブバリアですね。ブバリアをこう持ってここですね、ここでホールのこの部分、可愛いピンクの部分を作っていきます。まあこういう感じですね。こういう感じで作ります。そしたら、まあ、ここ長さ下長いときはミニブーケなんで、もう切っちゃいましょう。そして今度は葉物ですね。このピットスポラムですね、これをこの周りに入れていきます。まあ、このように入れていきます。これがね、入るとものすごくこう雰囲気が変わって可愛くなってきますね。まあ、こんな感じですね。まあ一度ここでケリカムじゃなくてピットスポラムも入れるのをやめて、で次にリモニウムですね。リモニウムを入れていきます。まあ、この時に重要なのはあんまり飛び出さないということですね。花がね、飛び出しすぎるとちょっとおかしくなるので、ここの若干のアップダウンで作っていくのがポイントです。でここで ピットスプラムもこう入れながら、このリモニウムとピットスプラムと絡めながらちょっと入れていきます。なかなか可愛いでしょ。はい、そしたらここでナルコを入れます。こういうような感じで入れてます。で1枚にしたナルコとかも入れて、要するにこう全体にこう大きいのがペッペッと入っちゃうんじゃなくて、切り分けてこうちょこちょこと入れていくのがポイントなんですけれども、あんまりちょこちょこさせると、まあこれがまた効果が薄れていくので、この適度なそのバランスっていうのが難しいんですよね。でまあこういう状態になるじゃないですか。そしたらまたここでリモニウムを入れるんですよ。このね、このリモニウムとかの入り方とかが結構ポイントなんですよね。はい、こんな感じです。これで完成です。すごい可愛くないですか。可愛いですよ。じゃあこれで結束してちょっと器に入れて見てみましょう。はい、こちらのミニブーケはいかがだったでしょうか。なかなかこう可愛いです。まあこのぐらいのはね、本当にすぐにできますから、なんか見てるだけじゃなくて実践してもらえるとすごくこう上達します。なのでぜひお花屋さんでお花を買ってきて、まあこれ飾り変わっても大丈夫ですから、このような感じで作ってみてください。さっき言ったようにこう交互にこうやって入れていくっていうのがポイントです。よくあるこうテキストのハウトゥーとかだと、テキスト作ってると分かるんですけど、めんどくさいから何々入れますって言って1個ずつ花のなんか種類が入ってるじゃないですか。アレンジ、実際のアレンジってありえないんですよ、意外とそれ。結構入れてまた飾り入れて、同じ飾り入れてまた違う飾り入れてみたいな、要するに交互にこう入って構成されていきます。だから例えばご飯も同じですよ。はい、ご飯食べます、ハンバーグつけて食べます、サラダ食べますって食べないじゃないですか。
ご飯食べな、ハンバーグ食べて、サラダも食べてみたいな感じで食べてきますよね、皆さんね。一気にご飯だけ、ハンバーグだけ、サラダだけって食べる人いないと思うんですけれども、アレンジも一緒です、なのでぜひそのように作ってみてください、例えが悪くてすみません、ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.